マサイ県は中国四川省関西チベット属自治州南部に位置する県ニャクチュとはチベット語で河口を意味する。歴史的に宮城港の重要な渡し場であったことから県名が名付けられた。東西に貫く川倉航路をはじめ、マサ道航路や宮城、新航路などの幹線が交わる。チベット高原の東南の縁に属し大雪山脈が県内を走っており、 県内のほとんどは、山地で海抜が3000メートルを超える。海抜5000メートルを超える鉱山も35つある。宮尾港のほか、その支流が県を北西から南へ流れる。かつては、ドバンの勢力圏であった。真の後期58年、川口鎮の場所に宮尾港の渡し場が作られ、兵が、駐屯市軍事場の用地となった。真の末期。 世襲の都市を通じた間接支配から県を置く直接支配へと転換が図られ、1908年に川口県が置かれ、さらに民国3年にマサイ県となった。民族構成ではチベット族が多数であり、県の4万の人口のうち3万人を占める。その他の民族は、漢族、海族、遺族、共族など。 松茸の一大生産地であり、中国食用金協会から中国松茸の里の称号を授与されている。マサエ県の松茸は標高3500メートルを超える国ぬ林から産出されるもので、年間生産量は1000トンに達する。 h t t p w w w d r e e s t r a v e l c o m スラッシュ sc スラッシュ sc 漢字ヤジング http://www.metrip.com スラッシュ yj スラッシュ index.htm 松茸収穫喫煙選マサエケ新華社 2018年8月25日閲覧。ありがとうございます。